はい、くてまもるどうもれいまるです。欅坂ひなさんメインで動画を撮ってるのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日10月23日は何の日か分かるでしょうか。じゃん、このねマガジンの平手ゆりなさんとサンデーの小坂奈緒さんがね、コンビニとか本屋さんで同時に並ぶっていう、もう奇跡のコラボレーションですよ。このね欅のセンターと日向のセンター、お互いのねあの楽曲の主人公を担う方がね表紙で並ぶで、今日もねコンビニで買ったんですよ、ローソンで。じゃあこれこう並んでるやん、買うに決まってるやん。いやそれメインで買いに行ったけど、こんなん2つなったら買うしかないやん。本当にもうやばい、ツバ飛んでたやばい。ってことでまあこれね、あの見せることはできないんですけど、見た感想はね、やばいっす。あのビビとかノンノとか買ったんですよ、買ったんですけど、あのマガジンさんの手地めちゃくちゃ少女感半端ないっすよ。うん、やばいえ、これ世界記みたいな感じで思っちゃうし、なんかこう絵になる感じがね、テチのね。しかもちょっと髪の毛伸びてるんですよ。どうなんやろ、次の9枚目で髪の毛切っちゃうのか、ちょっと伸ばす傾向なのかどっちかわかんないですけど、コシャの方はあの普通にやばいです。あのコシャの方はやばいです、あの破壊力やばいです。あのポストカードついてたりねとかして、まあ得点もあるのでぜひ皆さん買ってくださいということで、コシャのはやばいです。あの本気で一回小枠で握手してからちょっと小さかな、あのやばいんすよ好きなんですよねいやほんまにあのこれ見るだけでちょっとドキドキしちゃうので、あのちょっとあんまりこの動画内ではちょっとあんまりやめとくんですけど、レイマルはねあの雑誌とかね、あのメンバーが入ってたりとか表紙になったりとかしたら、あの普通に買ってたんですよ今までは。でも最近ここ半年ぐらいは雑誌終えてなくてですね、まあ理由としてはお金がないっていうのがね、あの一番の理由なんですけど、まあまああの前までめちゃくちゃ買いすぎてたっていうのもあるんですけど、うん、最近終えてなかったけど、久しぶりにあの雑誌ビビとかノンノとかも買いました。雑誌ちょっと見せようかな。ちょっと机の上汚くてあんまり見せれないんですけど、まあ写真集とかね、まあ角川はもちろん、まあ日向坂のファーストとか、まあ写真集、ここは写真集コーナーですね。で、こっちにいろいろ BLT とか、まあ月刊エンタメとか EX 大衆とか、まあアンアンとかね、欅坂、日向坂のメンバーが載ってる雑誌は前までは買ってましたけどね、雑誌を得てないのがちょっと最近のレイマルあかんなとは思いますね。あ、お金を言い訳にしてね、雑誌に載ってるインタビューってマジで雑誌でしか語られないんですよね、ほとんどのエピソードが。なので雑誌はなるべく読めるようにねしたいなと思います、これを機にね。いやマジでこのサンデーマジでおすすめです。あのマジで買ってください皆さん、ぜひ買ってください。もちろんねこのテッチもね、あのどっか壁にね飾りたいなと思ってるのでね、あのこれからの動画に出たらよろしくお願いいたします。ということでね、本日の動画以上です。バイ。